ガンダムっていうのは。そういうデザインで、そのゲームの姿をガンダム的に作ると。まず、ゲームスタートからエンディングまでやめることは許されなくなる。また、その行動のすべては設問のようなものでしかなく、正解ルートはただ一つしかない。自由度なんて存在しない。幸いというか、それをきちんとこなせば、利益があるはずだ。それだけがこの場での喜び。ゲームソフトを買う代金以上のお金のために。仕事か？しかし、ガンダムとしてのモビルスーツは大概は、プロ化するか否かが問題になる。ものになる、そういう結果の姿。ゲームは基本的には、永遠にプロ化はない題材だ。いつやめようと、どんなふざけた、プレイをしてもプレイヤーの自由、そういうのがゲームであり、その価値。その時それは、そういう絵になる。